12月18日、愛媛県庁で県の仕事の魅力を発見してもらおうと、県庁内の施設及び職場の見学会が行われました。これは、県の仕事の魅力発見セミナーの一環として行われたものです。愛媛県職員の仕事の内容や理解を深めてもらおうと、県内外から学生などが参加しました。施設内の見学では、天皇皇后両陛下や、 外国の大使などの特別な来客を迎える祈品室や、式典を行う清張、また、知事室の中なども見て回り、参加者たちは興味深そうに見ていました。職場見学会では、県庁職員が実際に働いている部署内を見て回りました。 国際観光に関する企画や啓発などを行っている国際交流課や自転車を通して愛媛の魅力などを発信していく自転車新聞化推進室報道機関と連携した情報発信や県民の相談などを聞く広報・広聴課を見学し職員による各部署内の特徴や仕事内容の説明を受け参加者たちは メモを取るなどしていました最後には職員との意見交換が行われ県庁の職場の環境ややりがいなどについての質問が飛び交っていました参加者たちはリアルな職場の雰囲気や職員の声を聞くことで県職員の仕事に深い魅力を感じているようでした